はい。押し付けとこないね。寒い。見て上来てどうだった？うん？適当。ああ。そうだね。ドライブしたい。じゃあどこまで行くの？奥多摩でいいんだよね。奥多摩がもう近く感じるんだけど、うん、埼玉がいいやつ。今日は行かない。奥多摩行きたい。明日はビーリッシュ。ビーリッシュ？ビーリッシュ。ああ。何時号出んだろう。早くの方がいいんじゃないの？遠いから。うん、すごいな。うん？カラスすげえ声が。うんうんうん。あ、今俺のピンクだな。当たってると暖かいんです。うん。いや、当たり前のこと言ってきましたけど。うんこすごいな。うんこすごいな。寒い。うんこしてうんこ。ああ、あったけ。うんこすごいな。うんこすごいな。へえ、赤ちゃんだ。赤ちゃん。
を、子供が新品じゃないと嫌だって言われた時のショックがでかい。え？子供に新品じゃないと嫌だって言われた時の対処法。誰が？親。俺だったらこの値段で2個ぐらい買えるよって言うけどね。なんか、ああ、まあそういう風に言う子供もいるかと思って聞いてたけど。どうなんだろうね。気になるとこだな。うん。世の親はどういう風に切り返すんだろうね。うん。じゃあうんこしないなら行っちゃうよもう。もううんこしないなら行くよ、ポプ。ポプ行くよ。うんこしないなら行くよ。奥多摩までうんこできないよ。奥多摩でするからいいだって。今日補佐の滝行くか。いつ？今日。後で？今日。帰り？うん、もうメインそこ。つまんないから。楽しいからよし。今日都民の森？2003時間だけ。2003金かかるからね。小竹さんは。都民の森だって駐車場4時半とかそんぐらいじゃん。間に合う。じゃあ行こう。都民の森が遅くなってきた。これ持って。野島。はい。ああ捕まっちゃったですか。もうかんねえ。うん。都民の森。寒いな今日。